陶器の丸火鉢木製の長火鉢火鉢は、陶磁器や金属や木材などでできた器具で、入れた灰の上で炭を燃焼させ、暖房や湯沸かしや簡単な調理を行うもの。火密や火桶などともいい、冬の季語。形状により長火鉢、角火鉢、六角火鉢、丸火鉢などの種類がある。材質は陶器や木製。 金属製のものが多いが珍しい石製のものもある。大きさも数人がかりで動かす大名火鉢から、手あぶりと呼称される、小型火鉢まで様々ある。また、手下火鉢もある。江戸の長屋の中でも、裕福で内装の庶民が使っていた火鉢。同時期の武家や、商家の火鉢と比較し、非常に簡素な作りである。右は、正月の像に、 火鉢にあたる様子をケロとしての火鉢は奈良時代に登場した。焚き木のように煙が出ないことから上流の武家や公家に使用されていたものが江戸時代から明治にかけて庶民にも普及し、一部はインテリアとして発達し、長金を施された唐金製の火鉢や鮮やかな彩色をされた陶器製の火鉢が作られた。昭和初期までは暖房用とともに、半水事用を兼ねるような道具であった。 戦前は駅の待合室にさえ見られたが、木炭は着火に手間がかかる上、一酸化炭素中毒や火災の危険があるため戦後はストーブの普及に連れ消えていった。火鉢は現在でも一部で使用されており、エアコンを苦手とする人たちに、なお暖房に使用されている。骨董品やインテリア目的で流通し、植木鉢や水を張って、水田鉢や大型の金魚鉢として、 庭先で見かけることもある。火鉢に墨を継ぐ様子。右手が火鉢。左手が重農家道具空の火鉢の底に小石などを敷く。その上から灰を火鉢の1、2から2、3ほどまで入れる。落としと呼ばれる土部分が銅などで作られた木製火鉢の場合、小石が湿気を含んでいると銅板が錆びるので灰だけ入れた方が良い。灰は断熱材なので、 深さ10センチメートルもあれば、炭の熱の心配はない。古い灰は古いにかけて、塊やゴミを除く。湿気ている場合は干してから入れる。炭、黒炭と白炭がある。黒炭とはクヌギ、ナラ炭など、日常使いの実用的なものから、茶席でも使用される桜炭、池田炭などのブランド品まであった。火付きはいいが餅はあまり良くない。 便長炭などの白墨は菓子やうばめ菓子などを使う。火付きが悪いので最初に起こす。起こし方、最初は火付きのいい黒墨から始める。ガス火で火を起こす場合は、2から3本の墨を火起こしに入れて、火にかけ、墨全体が赤く色づくまで加熱する。墨が温まったら、重濃に入れて運び、火鉢の灰の上に空気が通るように適当な間隔を空けて並べる。 茶道などでは、この墨の配置には多くの規則があり、綿密に規定されている。固形燃料や豆炭を使用すると火を起こしやすいが、灰に石炭柄や不純物が混じることを嫌う向きもある。火力の調整は、炭の量の増減や配置、灰のかぶせ加減を調整することによって行う。墨から炎が上がる状態よりも、墨が赤く色づいている程度の方が、持ちが良い。 炭をつく場合、新しい炭を、下から加熱すると発煙したりはぜたりするので、木炭は、焚き木と違い、起こった炭を上にして、上から下に徐々に火を移してゆく。炭の断面より、皮側が火が移りやすい。火を消す場合は火消し壺に入れる。炭を扱うには火箸を用い、使わない時は、火鉢の炭の灰に突き刺すなどしておく。五徳を使う場合は、 灰の中に2から3センチメートルほど埋め、鉄瓶などを乗せても傾かないようにする。ごとくは爪を上に向けて使っても、下に向けて使ってもいい。ごとくの上に水を張った、鉄瓶等をかけておくと加湿器代わりになる。ごとくの上に網を乗せ餅などを焼くことができるが、魚などの匂いのきついものを焼くと匂いがつく。長火鉢の場合、 銅つぼを入れて湯を沸かしたり酒に缶をつけるためにも使われる。注意点江戸後期の長火鉢。手前は夏の虫除けの甲。箱火鉢とは銅製の落としを木製の化粧板の箱の中に収めた箱型の火鉢。また長火鉢は箱火鉢に付属の引き出しをつけ物入れ兼用にした横長の火鉢。右画像は関東火鉢、あるいは 江戸町火鉢と呼ばれる。火鉢部分の右横に猫板と呼ばれるスペースがある。猫板の下に2から3段の引き出しがつき、火鉢の下にも横に2つ引き出しが並ぶのが一般的。引き出しは乾燥するので、茶筒、せんべいや海苔など湿気を嫌うものを入れることが多い。材質は桜や霧、またケヤキが、その硬さゆえ多く使用されており。 上部の円に黒垣を使用したものが特に珍重された。ケヤ材は玉木と呼ばれる木目の多さでその価値が決まったとされる。引き出し面の反対側に客人を座らせることから、関東火鉢は引き出し面の反対側を表側とする。表面にはその時最も良いとされる木目の板を使うのが江戸差し物師の心意気、また持ち主は念入りに布巾をかけ、光らせるのが意気だった。 関西の長火鉢は上部にテーブルのような張り出しがあるのが特徴。扱いが面倒な木炭の欠点を解決するため安価なレンタ炭ンを燃料に使用できるようにした火鉢。着火したタイコンロを火鉢本体の中にはめ込んで使用する。下部の空気窓で火力を容易に調節することができる。木炭火鉢に比較すれば手軽で実用的であり。 また煮物などの調理にも使用できたため大いに普及し、昭和30年代以頃までは各家庭に普通に見ることができた。その後は後日の石油火鉢などに市場の主導権を明け渡したが、高齢者に未だ愛用者が多く現在でも販売されている。また、電炭の一度化を起こせば長時間熱源として利用できる長所から防災用品として利用されている場合もある。 電炭火鉢は形状が類似していることから七輪と混同される場合も多い。東洋燃料とする石油ストーブのうち新式の反射型ストーブの構造を円筒形の火鉢様の筐体に収めたもの。通常の反射型ストーブが筐体の前面に熱を放射する構造に対して石油火鉢は筐体の真上に集中して熱を立ち上らせる構造となっており、 開口部にごとくが置かれているため、暖房の他に調理器具としても使用することができる。石油火鉢には、周辺機器として中央に丸い穴が開けられた専用の座卓が用意されており、鍋料理を囲う暖暖を意識した使用も可能となっている。石油火鉢は、石油ストーブと同様に火力調整が簡便で、燃料の調達も容易なことから、連炭火鉢に代わって、 昭和時代の後期に普及したが、純粋な暖房器具としては、石油ストーブや石油ファンヒーター、エアコンなどにとって変わられ、暖暖の用途でもカセットコンロなどの台頭により、石油火鉢は市場の主導権を明け渡している。しかし、2014年現在でも、新式反射型ストーブの製造メーカーにより製造が継続されており、現代風にホームヒーターや、 サロンヒーターなどの名称が与えられて販売が行われている。火鉢は日本各地で生産されていたが、第二次世界大戦直後には、しがらき焼きが火鉢の生産数の大半を占めた。しがらき町では、1949年には火鉢の生産量がピークに達し、300件の窯元が年間2億円の売り上げを記録していたが、次第に火鉢が 家庭に行き渡ったことやエネルギー源が石油やガスへと切り替わったことから生産量は激減した。北、アメリカではバーベキュー用の鉄板のグリルを火鉢と称する。七輪と火鉢を混同したのが原因とみられる。火鉢レストランとはシェフが鉄板焼きのグリルの前で様々なパフォーマンスをして客を楽しませながら食事を提供する鉄板焼きショーの店である。 火鉢の類例火鉢で使用されるもの、ありがとうございます。